はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、毎月恒例のマイリトルボックスを開封していきたいと思います。もうね、マイリトルボックスで分かる1ヶ月経ったなっていう、こう時の速さ。4月のボックスも手元に届きました。ということで早速見ていきたいんですが、まずね、持った時結構重いんですよ。というか、なんかずっしり詰まってそうな感じ。振っていい中身か分かんないけど、こう振ってもカタカタしないぐらいぎっしり入ってるなっていう感じなので、結構期待できるんですけど、早速いきましょう。オープン。あ、なんか今月このリボンが可愛い。いつもね、中身とこのカタログをひとまとめにしてリボンで結んでくれてるんですけど、これがラベンダーカラーにお花柄みたいになってて、すごく可愛いです。まあ、何に使うっていうんじゃないけどね。はい、じゃあね、早速見ていきましょう。表紙的なものと、はい、これですね。じゃーん。このカタログはね、多分今月のボックスの中身のネタバレになると思うので、あえてこれは見ずに、はい、早速こちら一つずつ見ていきましょう。なんか巾着も可愛い。この箱の色からしてオレンジっぽい色で統一してるのかなと思ったら、割とこのリボンのラベンダーカラーで揃えてきてくれていて、めっちゃ可愛いですよね。でも巾着は多分コスメだから、この紫の箱からいきます。意外とみっちり入ってて、よし。あ、これはね、出してみると結構軽かった。サングラスだって。今回はコントワーデコトニというブランドとのコラボということだったので、これがそのオリジナルグッズになるみたいです。このメガネ拭きがちゃんとついてくれてる。私これだけでも結構嬉しいかも。こういうのはね、すぐなくしちゃうから。ティッシュとかで拭いてもあんまり綺麗にならないじゃないですか。これでピカピカに拭こうと思います。まあ、普通に使えるデザインかなと思います。で、サングラスはこんな感じ。まあプレーンなデザインですよ。よくね、高速の休憩所的なショップに売ってるサングラスタワーみたいな、ガーって回すとこの周囲にサングラスが引っ掛けられてるっていう重機、あれにありそうな感じ。うん、なんかすごく似合わないこともないし、めちゃくちゃおしゃれかって言われるとそうでもないっていうか。いや、私ね、顔の形がこんな感じだから、似合うサングラスの形が結構限られてるんですよね。うん、でもその中ではまだ使える方かな。私絶対今月こういうサムネ撮るよね、多分。持った感じそこまでチープでもないし、こういう閉じたり開いたりっていう動きをしてもあんまりやわじゃないですね。で、一応わかるかな、なんかこことかにちょっとべっ甲っぽいような、なんか柄も入ってるので、そんなにおもちゃっぽくて普段使えないなっていうことはないんじゃないかなと思います。すごい、なんかこの UV プロテクトカテゴリー3って書かれてて、まあどれくらいこの紫外線をカットする効果があるかみたいなのを書いてくれてるんですけど、3だと紫外線吸収率が8-18%で、強い太陽光放射からの保護っていうのになってます。サングラスとしての効果というか、まあ、日よけ的な役目もしっかり果たしてくれるもののようです。うん、悪くないんじゃないかな。じゃあ次。はい、もう思いっきりネタバレしてるんですが、お菓子来ました。最近ね、マイリトルボックスの開封見始めた人からするとお菓子って新鮮かもしれないんですが、結構昔から何回かこのビスケット的なの出てますよね。毎回この中身とか、まあ、ブランドとかは違うんですけど、海外のビスケットみたいなの今までもね入っていたことあります。ケシの実&レモンのビスケット、栄養機能食品だって。まあ、ちょっとね、おやつを食べる罪悪感を抑えてくれるようなビスケットかなと思います。ちょっと後で食べようかな。コスメのね、巾着を取り出そうと思ったんですけど、まだなんか雑貨的な箱がありましたね。ラゲージタグ、ラゲージタグ、はいはい、トランクにつけるあれですね。早く旅行に行けるようになるといいねってことかな。そりゃ旅行行きたいよってなる人が多いかなと思うんですけど、そう、でもね、私ラゲージタグはこの前ゲランのね、なんか購入特典でもらって、それがあの B ボトルの形でめちゃくちゃおしゃれだし、すごい作りも良かったんですよ。だからそれつけてるんですけど、でもこっちの方が色的にも目印にはなるかな。だからこれは、うん、なんか母が好きそうな柄だから母にあげようかな。なんかお母さんってこういう小花柄好きじゃないですか。なんだろうね、年重ねるとそういうの好きになるのかな。ローラッシュレとかね。はい、じゃあいよいよ行きましょう。いや、これね、なんでコスメを後回しにしていたかというと、このボリュームですよ。もはやこの巾着のここがね、もう機能しないくらいもうパンパンに入っています。これ期待できますよね。じゃあこの飛び出てるやつからいきます。はい、いや、これ入ってて困る人いないでしょ。アリーのニュアンスチェンジ UV ジェル CL
アリーもいろいろ種類あるじゃないですか。これはね、数量限定なんだって。爽やかツヤ肌仕上げ UV ということで SPF50+PA4+、 数値はね、まあ、アリーらしくしっかり高めになっているので真夏まで温存しておいてもいいかなっていう感じなんですけど、これがね、化粧下地としても使えて、ここまで数値高いとちょっとお肌に負担かかりそうな気がするかもしれないんですが、美容液成分ヒアルロン酸が配合されていて、なおかつ汗とか水にねすごく強いそうなんですけども、いつもの洗顔とかボディーソープでちゃんと落とせるよというものです。日焼け止めの進化もすごいですよね。でデザインがね、なんかとってもシンプルでおしゃれなんですよね。ちょっとこれ中見ていきます。あー、中はね意外と普通、透明のジェルみたいな感じだったりするのかなと思ったんですけど、まあ普通の白いクリームみたいな日焼け止めですね。あ、でもすっごくね伸びがいいというか軽い、めちゃくちゃ水っぽいって感じじゃなくて、ちゃんとクリームなんですけど、すっごいこうスルッて伸びますね。日焼け止めってある程度伸ばしてるとこうピタってね手がこう止まるような突っかかる感触になってくると思うんですけど、それがないですね。結構スキンケアっぽい感触かなと思います。ひんやりベタつきにくくって書いてるから、ちょっと今わかんないけど、もしかするとこう暑い時とかに塗るとちょっとヒヤッとするのかもしれないですね。まあ、そういった点からもね真夏向けかなと思います。じゃあ次、いいのが多くて一個ずつの尺が長くなってるけど、トントントンっていかないとね数多いから、はい、あ、逆だった。はい。キラリとツヤめくオイル。ヘアオイルですね。トリートメントに混ぜてみるっていう風に書いてて、同じ&&っていうところのヘアトリートメントに混ぜて使うこともできるんだそうです。いいじゃん。なんか色もおしゃれ。ブラックだけど透けてて若干濃紺みたいに見えますね。ちょっとこれ髪につけてみよう。よかった。今ヘアオイルガンガン消費してて、そろそろ買い足さなきゃなっていう感じだったんですよね。完全透明のオイルで、まあ、サラッとはしてるんですけど、こうやっててもこう垂れてきたりするほどではないかな。ちょっとこれを毛先になじませていきます。あ、なんか香りがいい香り、まあ、ドラッグストアとかで買えるヘアケアアイテムによくある香りの中では結構好きな香りかな。甘めフローラルみたいな感じですね。毛先のね水分が抜けがちなので、この辺を重点的にオイルなじませて毛先重くしたいんですよね。こんな感じいいんじゃない。もうこれも実用的なんじゃないかなと思います。でコスメまだあるの。マイリトルビューティーのアイテム来ました。フェイシャルクレンジングフォームだって。適量を手に取り、濡れた顔や首にマッサージするようになじませ、ぬるま湯で洗い流してくださいということなので、泡で出てくる洗顔みたいですね。ちょっと出してみようかな。思ったよりちゃんと泡だわ。なんか口がちっちゃかったから本当に泡で出るのかなってちょっと疑ってたんですけど、ちゃんと泡ですね。腰はね正直ないですね。こうもうすぐへたってしまう感じの泡なんですけど、朝ね洗顔泡立てるのがめんどくさいっていう人はもうこれでこう優しくなじませるように洗ってあげるっていう使い方をするといいんじゃないでしょうか。なんかねさっきのヘアオイルの匂いがまだ手に残ってて、匂いはよくわかんない。で巾着の中身も出したんですけど、まだね箱の底にじゃーん、かわいいのが入ってた。ポール&ジョーの袋ですね。これ今年のサマー用にデザインされたものなのかな。めっちゃかわいい。こういうカラフルなイラスト私すごく好きなんですよね。あー、これあれじゃん。私があの4月何買うっていう動画の中で、5月発売だけどこういうのも紹介されてましたっていう風にお伝えしたと思うんですが、ポール&ジョーから今度出る新しい日焼け止めのシリーズですね。これのプロテクションボディープライマー、ボディープライマークリア、ボディープライマーシマ、アフターサンオイルとアフターサンジェル、これサンプルもらえてめちゃくちゃ嬉しいです。今月かなり盛りだくさんじゃないですか。じゃあ最後にね、このビスケットせっかくだから試食していきたいと思います。恒例のね試食タイム。めっちゃずっしり。キシノミとレモンでしょ、絶対美味しいよね。ほらこんな感じでっかい。いただきます。うん、思ったよりレモンの酸味がすごい口に広がるし、キシノミのこのつぶつぶしたなんかケシケシした感じがあって、食べ応えめちゃくちゃありますね。あ、私これ好きだわ、美味しい。原産国はフランスになってるんだけど、大塚製薬が輸入してるんだって。ロハコの方でこのシリーズ購入するときに使えるクーポンコードがね箱の中に入っていますので、まあ、今回食べて気になった方はぜひね購入する際こちらのクーポンコードを使ってみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。
今回は4月のマイリトルボックスを開封していきました。まあ、今回コラボしているこのブランドのことをあんまり詳しく知らないので、そんなにこうコラボボックスだなっていう感じではなかったんですけど、結構サイズの大きい現品がメインになっていたので、開封した時のねボリューム感っていうのは十分あったかなと思います。最近ね本当にハズレが少なくなってきたので、来月もね何が入っているか楽しみなんですけど、もしねコスメとかでランダムなアイテムとかありましたら、私のボックスこれ入っていたよっていうのをねコメント欄に残してもらえると嬉しいです。最後に今日のメイクです。今度ね開封動画上げる予定なんですが、今日は5月発売のルナソルのアイテムを使っています。これはねルナソルの楽天の公式ショップで先行発売されていたので早めに買ったんですけど、アイカラーレーションの EX10番っていうこの使いやすそうなねこのブラウンのパレット、これを使って、リップは今回限定で出るスティックの口紅ですね、これを2色混ぜて使って、さらにこのキラキラのグロスですね、ジェルオイルリップスの EX07 番という限定色を重ね付けしていました。で、今回のコレクションかなり数が多いので、近日中にねまずは開封動画アップ予定です。ぜひそちらも楽しみにしていてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。